はい、こちらオーストリアのウィーン国際空港です。今回はオーストリア航空ビジネスクラスを利用しまして成田空港への帰国の様子をお伝えしたいと思います。搭乗時間までこちらのオーストリア航空のラウンジで過ごしたいと思います。受付横には会議スペースまであります。ラウンジの中こんな感じの雰囲気になっていまして、広さはそれほどありませんが、飛行機が止まっている側の外もしっかり見えて開放的です。食事の方はどんなものがあるのか見ていきましょう。パン類、甘そうなものからシンプルなものまでいくつか用意されています。こちらは豆料理やマカロニサラダ、それからフルーツの盛り合わせです。そしてこちらはハムとチーズです。さらに奥に行きますと、これは美味しそうです。チョコレートブラウニーとオーストリア風アップルパイのアッフェルシュトゥルーデルです。そしてこれらの料理の後ろ側に冷蔵庫がありまして、この冷蔵庫ですね、ドリンクがびっしり詰まっています。トニックやレモンティー、コーラ、水、炭酸入りの水もありまして、そして隣にはオレンジジュース、ビール、ラドラーなどがあります。食事のメインとしましては、ローストポークとバルサミコレンズ豆、バルサミコソースとレンズ豆を煮たような料理でしょうか。どちらもめちゃくちゃ美味しそうです。こちらの鍋に用意されています。こちらアルムドゥードゥラーというオーストリアの飲み物で、ハーブレモネードです。ちょっと癖があり、味わったことがない不思議な味でした。今回はドリンク1杯だけいただいて、搭乗前にリフレッシュするためにシャワーを浴びます。シャワースペースはこんな感じになっています。必要最低限のスペースですけども、これだけあれば十分でしょう。海外のホテルによくある人が一人入るぐらいのスペースの個室型のシャワースペースがあります。長時間フライトの前のシャワーは助かります。ドライヤーは備え付けのものがありますが、風は弱めでなかなか乾きません。ドライヤーじゃないような形してますね。シャワーも終えたところで搭乗ゲートにやってきました。こちらの OS51 便での帰国になります。今回の席はこちら、一席独立したタイプの席となっています。少し変わった作りになっていまして、二席の列と一席の列がですね、交互に続く作りとなっています。一席の部分空きがなかったんですけども、直前に確認したら奇跡的に開放されていました。今回の機体ボーイング 777-200ER となります。ビジネスクラスの座席全体図としてはこのようになっていまして、中央は全て二席、広い物置のスペースは左右どちらかにしかありません。そして左右両側の席は一席と二席の席が交互に並びます。さらに一席の部分は左右に物を置くスペースがあるんですけども、今回利用している一番後ろの席だけ物置きスペースが片方だけとなっています。あとは二席ある席の部分はですね、中央の席とは違って広いテーブルがないタイプになります。一緒に乗る人数や座る座席によって若干居心地が変わりそうです。今回のビジネスクラスのスペースはほぼ満席、日本人の方は非常に少なく、日本人夫婦が一組だけかなという印象で、あとは日本人以外の方々のようです。座席に座った感じはこんな感じになっています。中央のモニターは非常に綺麗で、映像がとても見やすいです。足元は奥までスペースが空いていますので、しっかりと足を伸ばすことができます。窓は一つ分のスペースです。ちらっと毛布が見えていますけど、毛布は後ほど使いましょう。こちらには読書灯、電源、USB の差し込み口がありまして、小さなポーチに入ったアメニティも用意いただいています。モニターの横には小さなポケットが2つありまして、ペットボトルや小物が入るようになっています。で、モニター側にもですね、USB の差し込み口があります。コートがある方はですね、こちらのコートかける部分がありますと。で、ここもですね、収納スペースがあります。きつめに閉まっているので、僕はメニューぐらいしか置くものありませんでした。逆側の収納にはヘッドホンが入っています。足元にも収納スペースがありますが、この収納スペースの用途は分かりませんでした。靴を入れてもいいかもしれませんが、薄っぺらい小さな靴しか入りそうにないぐらいのサイズです。床が広いので、靴は床に置いておくので十分だと思いますね。それから手元に音声の調整、照明や CA さんに合図する用のボタンが用意されています。結構シンプルですね。ウェルカムドリンクでスパークリングワインをいただきました。その他オレンジジュースも配っていました。早速メニューをいただきました。食事のメニューは日本語のメニューもいただけましたので、注文はしやすいです。それから日本人の CA さんもですね、一人いらっしゃいました。続いてこちらワインのメニューです。オーストリア産の白ワイン、赤ワインもあります。さらにこちらのページ、デザートワイン、ビールで、ビールは4種類ありますけども、すべてオーストリアのビールです。それから各種ジュースやシャンパンやスパークリングワインがあります。
それではようやく離陸の時間となりました。初めてのオーストリア航空ビジネスクラス、これから12時間20分のフライトとなりますけども、乗り心地や機内食など非常に楽しみです。ウィーン国際空港の周辺、緑豊かで景色が非常に綺麗です。ずっと奥の方まで自然でいっぱいです。それからウィーン国際空港のすぐ横に、ヨーロッパで2番目に長い川、ドナウ川が流れています。このドナウ川、ウィーン市内まで続いています。ウィーン市内からですね、クルーズ船でドナウ川を下りますと、1時間15分ほどでスロベキアのブラチスラバを訪れることもできるようです。そんな一味違うヨーロッパ内の小旅行も楽しそうですね。飛行機が上空に来まして安定してきましたので、リクライニングの調整ができるようになりました。フルフラットはもちろん、マッサージ機能やクッションの硬さまで調整できます。クッション変更してみたんですけど、あまりわからなかったです。若干だけ椅子を倒して食事の時間までリラックスモードに入ります。足元かなり広いです。アメニティとしてスリッパもありましたので、スリッパを履いておきたいと思います。暗い感じのなかなかおしゃれなスリッパです。食事が届くまでモニターの映像をチェックしていたんですけども、映画など再生してみるとより綺麗さがわかります。タッチパネル式になっていまして、操作感もいいです。コンテンツとしてはアメリカやヨーロッパのコンテンツが中心に用意されています。日本のものはなさそうですけども、アメリカの映画であればですね、皆さんも見たことあるような有名な映画とかはあります。先ほど登場したこちらのヘッドホンにはノイズキャンセリング機能がついていますので、機内でも快適に映画を視聴できます。食事用のテーブルですが、この物置スペースの中に収納されています。引っ張っても出てこず、この上にですねボタンがありまして、ここを押すと出てきます。テーブルの先が出てきましたね。でさらにですね、ちょっとしたコツが必要なんですけども、横に引っ張りながらさらに上に傾けるように引っ張ってあげるとですね、スムーズにテーブルが出てきます。慣れるまでちょっと苦労しました。この状態だとまだ机の半分でして、もう少し上に引き出しまして、さらにですねこれを広げてやるとテーブルの完成です。ちょうどですね肘掛けの上あたりまでテーブルを引っ張ってやると安定します。おしぼりが到着しました。わざわざお皿の上に置いていただいてます。これ先ほどお話しした通りですね、ちょうど肘掛けの上にテーブルが来ています。さらにこんな感じで前後左右に少しだけテーブルを動かすこともできます。なかなか便利な机です。まずはこちらビールが届きました。ゲッサーというオーストリアのビールです。続いて袋に入っていないクラッカーのようなものと、これまたクラッカーのお菓子をいただきました。パンと一緒に配られていたんですけど、ダブって選んでしまいました。ビールの方はですね香り強めで少し苦味も感じます。飲み応えがあって美味しいです。前回の動画で飲んだオッタクリンガーと同じぐらいウィーンでよく見かけるビールでしたので、今回飲んでみました。 100% オーストリア産の原料を使ったこだわりのビールだそうです。シンプルなビールが好きな方はオッタクリンガー、香り強めのビールが好きな人はゲッサーという感じがいいかもしれません。続いていただいたクラッカーのお菓子もいただきましょう。こんな感じで一つ一つは小さめのスナックです。これはですねイタリアのクラッカーです。食べた感じはローズマリーの香りが強く、ビールによく合います。これはビールが進みます。もう一つのパンと一緒に配られていた方のクラッカーもいってみましょう。パンと一緒に配られていてですね、これ珍しいなと思って選んだんですけども、よくよく考えたらクラッカーが2つになっていました。こちらはバターを少しつけていただきましょう。かなり固めの歯ごたえのあるクラッカーです。味はそれほどついておらず、味がないので、バターをつけておいて正解ですね。パンと一緒に配られていましたし、シンプルなパンだと思って食べます。続いてやってきたのがこちら、サーモンの燻製タルタルです。わさびクリームの上に丸く固められたサーモンがドンと乗っています。1品目からおしゃれな料理が出てきます。この三角のお皿もいいですね。たっぷりのわさびクリームをつけて食べていきます。マヨネーズが濃厚ですが、口の中でほんのりわさびの香りが広がって美味しいです。個人的にはサーモンは生派で、燻製で食べる機会なかなかないですけども、燻製にするとですねマヨネーズがよく合います。先ほどパンもいただきましたので、このわさびマヨネーズソースとパン一緒に食べていきます。美味しくないわけがありません。ソースまで残さず食べていきます。1品目から想像以上で、2品目以降も楽しみです。
2杯目のビールをいただきました。こちらもオーストリアのビール、エッガーです。メインはこちら、ウィーン風子牛のグーラッシュです。フランクフルトからウィーンに移動した時のフライトで提供された料理もこれだったのかなというふうに思いましたけど、でも入ってるお肉は違いましたね。前回は鶏胸肉でしたからね。で、肝心のですね、グーラッシュの味の方ですけども、もちろん美味しいです。少し表現が難しいですが、ビーフシチューをもう少しとろっとさせたような感じがします。上に乗っているサワークリームを時々混ぜて食べるとですね、アクセントになってこれもいいです。黄色いパスタみたいなものはシュペッツレと言いまして、卵や小麦粉で作られたパスタみたいな感じでしょうか。ソースを絡めて食べると非常に美味しいです。こちらのグーラッシュ、ハンガリーが起源の料理ですが、今ではオーストリアやドイツでも食べることが多い料理となっているそうです。玉ねぎやパプリカなど野菜もしっかりと使われていることが多いので、健康にも良さそうです。最後にビールのことをすっかり忘れてしまっていましたけども、こちらのエッガー、すっきりとした味わいで飲みやすくて美味しいビールでした。メインが終わったところで、なんとコーヒー専用のメニューをいただきました。しかも前回の動画で紹介したユリウスマインルのコーヒーです。ブラックコーヒーやウィーンで飲んだメランジェ、アイスクリーム入りのコーヒーなどメニューも豊富です。さすがオーストリアの航空会社です。コーヒーのメニューからはこちら、ウィーナーアイスコーヒーをいただきました。なかなか見慣れない美味しそうなコーヒーです。一緒に食後のデザートもいただきました。こちらベイクカードスフレタルトです。まずはケーキの方だけ行ってみましょう。結構分厚いケーキです。食べた感じはもうほぼチーズケーキです。濃厚で美味しいです。もう一つはヨーグルトに見えますが、中にベリーが入っています。甘酸っぱいベリーのソースが美味しいです。中はこんな感じになっていまして、たっぷりのベリーのソースが入っています。これはケーキと一緒に食べた方が美味しいかもしれません。濃厚なチーズのケーキにベリーのヨーグルト、よーく合います。ウィーナーアイスコーヒーの方も行ってみましょう。こちらダブルエスプレッソの中にバニラのアイスクリーム、ホイップクリームが入っているんですけども、中を混ぜてみてもですね、あまりアイスクリーム感がありません。一旦飲んでみますと、ところどころですね、冷たいアイスが感じられて、これは美味しいです。アイスは熱いエスプレッソに溶けてしまったのかもしれません。でも機内でこんな少し手をかけたコーヒーメニューが頼めるなんてなかなかないですよね。オーストリアの方々の生活に深く浸透しているカフェの文化、2011年にはユネスコの無形文化遺産にも登録されています。そんな国の航空会社ならではのサービスです。このコーヒーのサービスは個人的には今回一番驚き気に入ったサービスでもあります。コーヒーと一緒にこちらミルカというチョコレートもいただきました。発祥はスイスですが、ドイツで製造されていまして、ドイツのチョコレートとしてドイツを中心にヨーロッパで人気の高いチョコレートです。今回はノーマルタイプのチョコレートですが、オレオやクッキー、キャラメルなど、ほんといろんな種類のチョコレートがあってですね、個人的にも好きなチョコレートです。コーヒーの方も美味しすぎましたので、最後の最後までしっかりといただきます。完食。ロンドンに行くときはロシア上空を避けてアラスカ、北極海のあたりを通ってロンドンに行くようなルートでしたが、帰国のルートはウィーンからロシア上空を避けて中央アジア上空を通ってのルートとなります。相変わらずの長時間フライト、早く最短距離で飛べるようになるといいですね。まだまだ黒海のあたりのようですが、道のりは長いです。ずっと座りっぱなしなので、休憩かつ軽く体を動かすためにもトイレに来ました。トイレの雰囲気は ANA など他の航空会社と変わりはないかと思います。 ANA だとビジネスクラスとエコノミークラスでトイレを分けていたりもしますけども、そういったことはなく、ビジネスでもエコノミーでも同じトイレを使う形になります。席に戻ってきまして、今若干席を傾けています。座席の足元の部分、ふくらはぎの裏の部分に当たる部分もですね、上げることができます。一旦フルフラットの状態にしてみました。こんな感じになります。これから休憩モードに入ります。足元のスペース結構奥まで広いので、座席を倒してもしっかりと足を伸ばすことができます。シートの奥にさらにスペースがあります。 ANA より広い気がします。さらにフルフラットにしてみてもしっかりと足を伸ばせますし、まだまだ奥に余裕があります。僕は身長高い方ではありませんが、これは身長が高い人でもですね、くつろげるんではないでしょうか。こんな感じでフルフラットにすればかなりリラックスできます。フルフラットにしたシートの寝てる部分もですね、寝心地は悪くなく、長時間フライトの疲れを少しでも残らないようにできるかと思います。この枕もふわふわです。
毛布もいただいていましたので広げてみました。水色と白を基調とした可愛い毛布です。ここは赤ではないようですね。ただ若干静電気が溜まりやすい気がします。少し休憩をしていたところでチョコレートをいただきました。中に甘いキャラメルのようなものが入っています。これも美味しくいただきました。フライト時間も残り2時間ほどになりまして朝食の時間となりました。オムレツを中心としたメニューです。機内が暗く見えづらく申し訳ございません。読書灯をつけておいた方が良かったかもしれませんね。細かいメニューとしましては、まずメインのオムレツ、それからカリッと焼かれたベーコンにいい香りのするマッシュルームと少しグリルされたようなトマトです。メインのオムレツの中にはチーズが入っていまして分厚く食べ応えがあります。たっぷりのチーズが入っているからでしょうか、オムレツをカットして食べようとすると溶けたチーズがこのように伸びます。伸びたチーズを抑えながら食べていきます。シンプルな料理が多い機内食、こうやってチーズがわざわざ入っているのには驚きました。それから他にはですね、ハムとチーズ、まさかのですね、ブドウに生ハムが巻かれていました。見慣れない組み合わせです。それからヨーグルト、フルーツです。フルーツはですね、メロン、ブドウ、キウイ、イチゴです。飲み物はオレンジジュースとホットコーヒーをいただきました。朝食も美味しく総合的に大満足の機内時間でした。オーストリア航空、いつかまた利用してみたいですね。完食。外はもう日本上空となっておりまして、間もなく到着です。今回は1週間でロンドン、バルセロナ、ウィーン、ヨーロッパ3カ国を訪れてみました。個人的には若干物足りなさもあるので、また近いうちにヨーロッパに戻ってきたいと思います。それでは着陸も近づいてきましたので、今回の動画はこの辺りで終わりとさせていただきます。今後も旅行の動画をアップしていきますので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録をお願いします。それから概要欄にインスタグラムのアカウントも載せていますので、インスタグラムのフォローもお願いします。はい、それではまた次の動画で。